おはようございます。作業療法士の荻野です。本日は朝から体の調子を一気に上げることができるフラミンゴオリジナルのラジオ体操をご紹介していきたいと思います。朝から体がだるくて辛いなとか、体の節々が痛いなという方はですね、このフラミンゴの予防体操はですね、体の筋肉をしなやかにしたり、関節を大きく動かして、そしてですね、体をほぐしてくれる、そんな内容になっておりますので、体の痛みを朝から感じる方はぜひ無理のない範囲で行ってみてください。そして朝から体調を上げることで皆様の一日がですね、スムーズにスタートできるようなお手伝いができればとても嬉しく思います。ぜひ一緒に行ってみましょう。では早速フラミンゴのラジオ体操を一緒に行っていきたいと思います。では僕と一緒にやってみましょう。さあ、ではですね、早速フラミンゴのラジオ体操を行っていきます。まず最初にですね、運動の方法を説明しながら一緒に行っていきます。そして動画の最後に説明なしで通した動画がありますので、2回目以降の方は最後のところだけ見ていただければと思います。では早速行っていきましょう。まずこのように屈伸をしながらバンザイをして、そして腕を後ろに引いてと、このように屈伸をしながら1、2、3、4、5、6、7、8と動かしていきます。これが一つ目になります。さあ、そして二つ目ですね。このように胸を張って1、2と張って3、4と前に突き出して5、6、7、8と胸を張る運動と突き出す運動を行っていきます。この時胸張る時はしっかり肩甲骨の方にぐーっと寄せていただいて、前に突き出す時は手を前に伸ばすだけじゃなくて、手は前、背中は後ろというふうに丸めていただくと、しっかり肩甲骨のところが伸びてきます。これが二つ目になります。さあ、そして今度は肩に手を当てていただいて、このように肩回しを1、2、3、4と、そして反対回しですね、5、6、7、8と行っていきます。さあ、そして4つ目ですね。今度はこのように腕をですね、ダランとした状態で1、2、3、4とひねっていただいて、そして5、6で回して7、8で戻ってと、1、2、3、4、5、6、7、8と動かしていきます。さあ、そして5つ目ですね。5つ目の方はこのように足を大きめに開いていただいて、伸脚ですね、1、2、3、4としていただいたら四股を踏みます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8と足の方を伸ばしていきます。さあ、そして今度は6個目ですね。このようにアキレス腱伸ばしをするように足を後ろに引いて1、2、3、4とアキレス腱を伸ばしていただいたら、このようにもも裏を伸ばします。5、6、7、8と今度はもも裏を伸ばしていきます。こちら捕まりながらでも OK なので、しっかりとアキレス腱を伸ばして1、2、3、4、5、6、7、8と、で、これ反対側もですね、アキレス腱を伸ばしていただいて1、2、3、4、5、6、7、8と行っていきます。さあ、最後7つ目はですね、このように大きく回していきます。1、2、3、4、そしたら前に抱きしめるように5、後ろに6、7、8と1、2、3、4、前に5、後ろに6、7、8と動かしていきます。これではですね、7つの運動を行って、そして朝から本調子になれるようにしっかりと体を温めていきましょう。ではここからが本番になります。ではフラミンゴのラジオ体操、早速やってみましょう。さあ、ではフラミンゴのラジオ体操をスタートします。ではまずこのように屈伸をしながらバンザイをして腕を後ろに引いていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8と、では後ろに引いて、そして突き出していきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8と、ではガランとした位置から腕を振っていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、
5、6、7、8と。はい、では今度は肩に手を当てていただいて回していきます。せーの、1、2、3、4、反対回し、5、6、7、8、はい、2、2、3、4、反対回して5、6、7、8と。はい、 OK。 では足を大きく開いていただきまして、伸脚して四股踏みいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8と。はい、ではですね、今度はこのようにアキレス腱伸ばしてもも裏伸ばします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8と。では反対の足ですね。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8と。はい、 OK。 さあ、そしたら今度は大きく回していきます。せーの、1、2、3、4、前に5、後ろに6、7、8、1、2、3、4、前に5、6、7、8と。はい、 OK。 では大きく深呼吸をしていきましょう。吸って吐きます。もう一度吸って吐いて、最後もう一度吸ってで吐きます。はい、 OK。 さあ、これでですね、7つの種目を行って体を温めるフラミンゴのラジオ体操を行っていただきました。朝からちょっと体がだるい、重いなという方はですね、こういった運動を行って関節を大きく動かし、筋肉をしっかりと働かせ、しなやかにして血流を上げて、朝からエンジン全開で、活動できるように、よかったら参考にしてみてください。このように健康に役立つ運動方法をこれからもどんどん紹介していきたいと思います。私の過去の動画には健康に役立つ運動をたくさん紹介しておりますので、概要欄の方から過去の動画見ることができますので、もしよかったら参考にしてみてください。そしておすすめの動画はこちらからもクリックできますので、こちらもよかったら見てみてくださいね。はい、それではですね、今日はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。では皆様、いってらっしゃい。